次、うーんと、私には一緒に創作している共同制作者がいます。ところがその人は私のやることなすことすべてが気に入らないようで、いつも怒られています。ただ、私がいつも怒られるので、ビクビクしていると、今度は、我々の関係は対等なのだから、一縮するなぁと怒られます。どうしたらいいですかどうしたらいいですかってもう、やばいやん そいつやばいってもう、逃げやめときほんまにやめた方がいい。絶対に体悪くする。うん。あのわ、ー、かるよ。あれでしょその、お互いに、こう、上下関係が、なんやんななんやんなってめっちゃ上から言うてくるみたいな。我々の関係な、もう権力の、 こ、勾配とか、そういう非対称性とかない水平な関係やんないやってめちゃくちゃ圧で迫ってくるっていう、もうそれはもうね、全部を間違えてる。あのー、そういう状態は不可能ではないよ。うん。不可能ではない。ないけど、ものすごい信頼関係が必要。当たり前の話やけどな。信じて頼ると書き。信頼ですよ。あのね、もうお互いがお互いにもうね、めちゃくちゃ、お互いのことを知ってないとダメ。 今こういうことに興味があって、とか、次こういうことやりたくて、とか、うん。で、そのあなたのこの興味と私のこの興味ひょっとしたら結び合わせるかもしらんから次これやってみいひんみたいな提案がそっから生まれてきたりとか、それやったらもうこっからここまでちょっとまああなたにもまるっと任せてみるわ、とか。いや、ここからここはもうね、全部ちょっと一回任せてもらっていいとか、なんかそういう任せ合いができる、任せ合いができるっていうのが、 信頼。やのよ。ほんまに。これマジでガチで。それが1ミリも成立してへん。全部にケチつけてくるっていう。もう支配したい。私の言うた通りに動かしたい。コントロールしたいって思ってるけど、思ってるけど、見かけ上は対等な状態にしたいっていうことやろ。それも向こうのな、歪んだ。 自己実現に付き合わされてるだけ。もうそういう物語が欲しいねんな。もう水平な状態でやってました。我々、そういう、そういう良き創作パートナーですみたいな、そう、そういうのがやりたいねんな。これはもう結論はね、一つ。やっていかなくてもいいです逃げましょうもう絶対逃げた方がいい。やめとき。うん、他なんかある